ひろゆきさん、こんにちは。ASD 高校2年男です。喋るときに敬語になってしまいます。相手も敬語になってしまって喋りづらいです。男女同い年と年上と年下でも敬語になってしまいます。ひろゆきさんみたいに喋りたいです。どうしたらいいですか？が抜けてますけど、まず何か誤解してると思うんですけど、僕基本敬語で人と喋ってますよ。ちょうどその青森に旅をしたあのちゃんっていうアーティスト歌手の方と旅をした動画が日経テレ東に上がってるんですけど、僕は小学生相手とかでも敬語使っちゃうんですよね。まあ、途中からタメ口になってると思う。タメ口と敬語混ざってると思うんですけど、基本僕は他人に対してはほぼ敬語なんですよ。で、会社の人とかでも年下でも敬語なんですよ。なので、ひろゆきさんみたいに喋りたいですであれば、敬語を使うべきであるになるんですよ。僕がその敬語を使わないっていう印象をどこかでお持ちなのかわかんないですけど、敬語使えばいいんじゃないかなと思いますけども、はい。そのフランス語って、敬語と友達的に喋る言語っていうのが2種類あって、明確にその分かれてるんですよ。友達同士だとこういう喋り方をするよねっていうね、その動詞の活用とか、主語とかも変わるんですけど、で、僕、その友達喋りのフランス語一切覚えてないんですよ。一応読めるし、分かるし、聞けるんですけど、ただ、自分ではもう言わないようにしてるんですよ。アグネスちゃんさんが、基本誰に対しても敬語だったんですよね。外人が誰に対してもタメ口を聞くっていうボビー・オロゴンパターンと、誰に対しても敬語を聞く、で喋るっていうアグネスちゃんパターンがあって、で、僕は、その外国人であって言葉が上手くないのであれば、その誰に対しても敬語であるというアグネスちゃんパターンの方が、不要なトラブルが避けられるし、品がよく見えるんですよ。普通だったらそのチュトワイエっていう友達同士の言葉を使うのに、あえてその無っていうのを使う、その上品な、礼儀正しい方を使うっていうのは、こいつ分かってねえなって思われるけど、でもまあ、品があるし上品だよねということで処理されるんですよ。で、僕は別にフランス語超いっぱい覚えたい、ちゃんと覚えたいってわけではないので、そのチュトワイエ覚えなければ、覚える量減るじゃん。じゃあもうこれやめよっていう、そういう感じで、で、日本でもタメ口は、仕事とかでも年上年下限らず、基本タメ口使わないっていう言い方をしてます。はい。なんか言葉いっぱい覚えるの大変じゃないですか。最近あれを見たんですよ。島田紳助さんが、みそのさんの YouTube チャンネルに出てるやつ。島田紳助さんっていう吉本の芸人さんがいて、もう引退されたんですけど、で、引退してもテレビとかメディアに一切出ねえって言ってたんですけど、8年ぶりかなんかにメディアというか YouTube に出たわけですよ。メディアに出ないでこうずっと遊んでた人って、やっぱその喋りがそののレベルが下がるっていうのがよくあるんですけど、その上岡龍太郎さんが引退した後にどなたかの葬式かなんかで出て喋ってるのを見たんですけど、やっぱりその昔よりはちょっと喋る速度とかテンポが遅くなってたりしたんですけど、島田紳助さんは割と喋るテンポも高いし、やっぱ喋ってることも面白いんですよね。みそのさんのチャンネルなんですけど、みそのさんがすげえ喋るの下手なんですよ。みそのさんの横にいたなんか沖縄県の男の子はもっと喋るの下手だから、みそのさんをまだ喋るの上手い方に見えてたんだと思うんですけど、島田紳助さんに比べるとめちゃめちゃ喋るの下手なんですよね。なんだろうね、紳助さんが喋っててどうでもいいところで大きい笑い声を入れるんですよ。みそのさんが、紳助さんが面白いことを言ったら笑わなきゃっていうのが多分あるんだと思うんですけど、クスぐらいで笑えばいいのに、いちいち大きい声で笑うんで、その邪魔なんですよね。紳助さんが喋ってる時にそれに対して乗っかって話せばいいのに、なんか違う話題をぶつけてきてオチがないみたいなことをみそのさんがやるんですよ。その3人で喋ってたんですけど、紳助さんとみそのさんとその沖縄の人で、沖縄の人はさらに天然で全然違う話を投げてくるんですよ。だから逆に面白いんですよ。天然すぎて、要は突飛すぎるから面白いっていうボケに対するツッコミができるんですけど、みそのさんがボケにもなってないし、そのノリをこうかぶせていくっていうのもなってなくて、単に喋ってるだけの人になってて、そう、山田優さんの弟の人、ヘキサゴンっていう番組一切見てなかったから、沖縄の人初めて見たんですよ。だからよく分かんなくて、ああ、こんな人いるんだっていう。タイトルの「運のいい人っているよね」っていうのは実はそこから来てるんですけど、その動画を見てからタイトル書いたんですけど、もう30いくつの人で財布の中が10何円しか入ってないみたいな、そのお金全然なく
なくてもなんとかなるんすよって言って、タクシーの運転手の人にお金借りたりとか、なんか道行く人にお金借りたりするみたいなことを言ってて、世の中そんなもんだよねと思って生きてるんですけど、僕運のいい人って結構いると思ってるんですよ。でただその運がいいかどうかとか運が悪いかって科学的根拠は一切ないんですよ。科学的根拠で言うと運というものはありませんっていう話なんですけど、ただ運のいい人っているんですよね。運がいいと天然っていうの差はあるんですけど、醸し出す雰囲気とか喋り方とか喋ってる内容とかで、この人は信用に足るなって思われるので、じゃあお金貸すよとか、じゃあ助けてあげるよっていう風に助けてくる人が周りに現れるような構造を作ってるんですよね、その沖縄の人が。それってその結果としては運がいい人に見えるんだけど、実際やってることっていうのは運のいい人に見えるような性格だったり立ち振る舞いをしてるっていうのが、実はその運のいい人って言われるゆえんなんじゃないかなと思ってて、なのでその飛行機に乗ってなんか隣の席になんかたまたまこう座った人と仕事の話が進んで結構いい仕事になったんだよみたいな話をする人とかっているんですけど、でそれってなんかたまたま隣にいい人が座ってよかったねっていう運のいい話としてその納得しちゃう人もいるんですけど、そのたまたま隣に座った人となんとなく雑談して自己紹介して、でこんなことしてるんですよみたいな話を広げられる話術だったり、その人に好感を持たれるような清潔感だったりっていう見た目だったりっていうのが、実はその結果を引き出しているので、運ではない、まあ 運もあるかもしれないけどね、ただ僕は運は信じないんだけど、ただ運じゃなくても説明できる何かっていうのを本人がきちんとその持ってたり使ってたりするっていうのが、実は運がいいってことなんじゃないかなという話です。はい、ね、あの生主で議員になる人もいますからね、はい、自分の喋り方や仕草にオリジナリティがない人生を送ってきました。その時その時に影響されている人の喋り方や仕草になってしまうのコンプレックスです。今ひろゆきさんの話し方になってる自分に気づきます。はモノマネですか。どうすれば自分っていう喋り方や仕草ができるのか。自分という喋り方や仕草というものが存在してると思っている理由が僕は知りたい。喋るのって子供の頃は親だったり周りのを真似して、外国を学ぶ時もそのなんか外国のドラマとか映画とか誰か喋ってるものを聞いて真似するっていうのがあるので、基本喋り方って真似なんですよ。オリジナルの喋り方って多分存在しないと思うんですよね。10万年前のなんか猿な人たちが喋り始めた時に一番最初に喋ったやつはオリジナルだと思うんだけど、言語っていうのは基本的にその音を真似をして同じ音だと認識して意味が通じるというものなので、真似をしない限り伝わらないんですよ。なのでそこのオリジナリティを追求するって誰にも伝わらない言葉の喋り方をするみたいな話になるので、じゃあ面白い芸人はさんまとか、あとはさんまさんの喋り方って別にオリジナリティはないと思いますよ。関西弁で喋るおっちゃんって大体あんな感じなので、だ強いて言うとなんだっけ、アメリカ人の人で厚切りジェイソンさん、ああいう人とかあのゾマホンとかの方がオリジナリティは高いと思います。要は普通の日本人が喋らない外国人が日本語を覚えた時にありがちな喋り方をする人って、あの他にやる人が少ないのでオリジナリティになると思うんですけど、なのでオリジナリティを追求したいんだったらあのゾマホンを目指してください。以上です。お疲れ様でした。